それシャグじゃんけんぽい。どうぞ。おい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 、頼むぞ。シュドロップ。おい、そうじゃねえんだよ。そうじゃねえんだ。ちょっとマージョだったら上がってたね。いや、まだまだまだある。死ぬ。おっと、優しい。あー、弱い。ドラットや。終わり。どう。そんなやり。はい、まあまあまあ、これはまあ許せる。1枚落ちた。はい、2枚回収楽しみ。おお、これじゃね。あー、なるほどね。もうね、じゃあいいんじゃない。うん、いけ。ちょっと1枚目、2枚目、終わり。どう、首の外傷って感じ。強気でよかったんじゃね、これ。説あるね。ジョーカーズ。よし、3、4、遮断器を開始。でも相手優しいから、あの手にはさせない。甘えたい。3ボス、やっぱりジョ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 ーカーズボス、男子両手。どう、ゲート、ゲート来た。マゴス、シュー。ブロックジムだっけ。ブロックジム。ニコさんも分かってるよね。分かってるな。ブロック、出ます。ブロックボス、ちょっと待ってください。こちらワンタクジ効果アンド効果ガヨシン効果ツードロ。はい、これがツードロ。ガヨシン効果ツードロ効果。これだからアメリッキョ、これだからジョーカーとは。オーケーブラザーズアンタップで2点通します。オーケー、強い。どうぞタップで。いや、うまい、その盾は。いける、まだ。いや、これチャージ怪しかったか。いや、これチャージしたくねえ。僕ら見た、どうぞ。ちょっといけ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 。まずそのちょっと感じのアタック時、まず天然源。じゃあ、まあ普通に効果でワンドロー。それならここがワンドロー。ゴゴンが2回使える状態ね。1回目でドラメントで、これが2回使えると。で、1回目じゃあ、うーん、ネオインドとドラサでしょ。ネオインドとドラサで、で、2回目効果。ゴゴンで、ゴゴンの2回目の効果。ゴゴンの2回目効果ワンドロドラゴンサイで、ドラサイも2回使える。ドラサイもミラクルスターと、うん、で、おしゃれに戻して、チェンジ、チェンジ、ダンテ、ダンテ効果。先にミラクルスター、あ、そうかそうか、ミラクルスター効果、ミラクルスター効果。3、4、5、6でね、はい、第一周、ダンテ効果、ワンドロー、ワンドロー、あ、ワンドロー、さあこい、ダンテ効果で、はい、ゲートで、このゲートも2回使えるな、ブロッカー2体出せる、結局。いただきます。実質ヘブンズゲート、はい、オッケー。で、ダンテでちょっとちょっと、まあタイム、ロイザーはいつ出した。あ、今出した、今出したから、はいはい、じゃあタイム、じゃあタップ取るで。気持ち悪い、気持ち悪い。なんじゃこのデッキ。単に何体並んどんの。パックセルキーゼル見える。はい、2体開始。はい、これを打ってやる。終了。アンタップどう。あの、もう、ん、そう、覚えていいんか。いや、でも天命で出るわ。チャージ。じゃあ、6、5マナか。ドラミナのここ、オッケー、ワンドロイドラゴンです。ここか、チーン。じゃあ、回収ね。2回目、まあいい、まあ、なるよ、はい。じゃあ、2回目、ワンドロー。オッケ
まあ、保存も保存でいいんじゃない。保存も保存でいいか。ゲート。ゲートで。もう保存も保存で。オッケー。じゃあ、ダテアタック時。ミクセルは出さなくていい。あ、ミクセル。ミクセル。オッケー。ダテアタック時。チェンジ宣言。で、ネオインのとこまでタップで。じゃあ、チェンジ。ダテ。さて。ダンの5か。ダンの5か。さて。いけ、ね、いけ、誰だらけです、負けね、完璧だ、きたきたきた、ちょっと興奮値高かった。はい、というわけで青白スターロイザーの紹介です。まずここですね、エナジーライトとドラグメントスロット、まあここドローソースになってきますが、このドラグメントスロットですね、多分見たことない人も多いかなと思うんですけど、まあシールドトリガー付きの4マナの呪文で、山札上から3枚めくって、ドラゴン、呪文、ドラゴン以外のクリーチャーを、手札に加えることができます。まあ1枚ずつですけどね。でこのデッキの場合ツインパクトカードが多いんで、まあ例えばそうですね、天命の場合はドラゴンと、呪文で、このアケルナルの場合は呪文とドラゴン以外のクリーチャー、まあミクセルも同じですね、呪文とドラゴン以外のクリーチャーみたいな感じで、まあ2つになってるのが多いので、このドラグメントスロットとは非常に相性がいいです。なのでまあ4枚最大枚数入れてます。で、まあ、メタカードですね。相手の動き妨害するカードとして、ミクセルが最大枚数4枚入ってまして。でですね、このデッキは5マナ溜まってから、まあ、動くことができます。まあ、その起爆剤になってくるのがこちらですね。スターゲイズゲート、もしくはドラゴンズサインですね。まあ、いろいろ何でもいいんですけど、まあ、一番理想なのは魔法ズンを出すことですね。まあ、5マナ溜まって、この辺から魔法ズンを出します。で、次のターンですね、6マナ溜まった段階で、ゴクガロイザーを召喚します。で、そのまま魔法ズン攻撃に入るんですが、ここですね、魔法ズン攻撃した時の効果で、ワンドローした後に7コスト以下の呪文を1枚手札から唱えることができます。まあ、これで好きな呪文を唱えてもらえばいいんですけど、ここで唱える呪文がゴクガロイザーの効果によって2回唱えることになります。なので、まあ、例えばドラゴンズサイン唱えるってなったら、ゴクガロイザーの効果でドラゴンズサイン2回唱えれるわけですね。まあ、この動きがまず非常に強いんですけど、ここで高魂王を唱えるとかなりやばいんですよ。高魂王って、まあ、そうですね、全タップかワンドローした後にコスト5以下の呪文を1枚使えるっていう効果なんですけど、まずこれが2回使えるんですね。なので、まあ、ワンドローして何か唱えると。そしたらこの唱えたカードも2回使えるんですよ。なので、高魂王がまず2回使えて、高魂王で唱える呪文も2回使えるので、まあ、こんな感じですね。まあ、例えば手札がちょっと枚数少ないなと思ったら、高魂王で先にドラグメントスロット唱えて手札を確保してから、次ドラゴンズサイン2回打つみたいな、こういう動きができるんですね。なので、高魂王を打てば最大呪文4回打つことができます。この動きが本当に強力ですね。で、さらにですね、この魔法ズン、チェンジで、ミラダンテトゥエルブになったら、ミラダンテトゥエルブになった後も、ミラダンテトゥエルブの効果でコスト5以下の呪文を唱えることができますので、追加でね、まあ好きな呪文を2回唱えることができます。というわけで、まあ最大ですね、1回の攻撃で呪文を6回唱えることができます。まあその結果が、まあさっき、対戦形式で見てもらった通り、あんな感じの場面になるって言った感じですね。で、まあ最後どうやって勝つかっていうと、まあ見てもらった通りなんですけど、まあミラタンデトゥエルブと、あとはこっちですね、ジャミングチャフ、組み合わせて殴ってもらえば、大体のシールドトリガーは貫通することができますと。で、これですね、まあ見た目よりは値段は安いです。そうですね、大体、めっちゃ頑張れば1万円ぐらいで作れると思います。というわけで、皆さんぜひ作ってみてはいかがでしょうか。では。